はい、天使橋坂です。今日はですね、試合の中の、気持ちによってですね、体の動きが変わるということですね。もしかしたら君たち、気持ちの変化によってショットが狂っちゃうということがあるかもわかんない。これは、その理論的なところからね、ちょっとお話をさせていただきますね。ちなみに私のことからちょっとお話しさせてくださいね。私は昔、テニス雑誌ので技術解説ですね、月刊スマッシュさんとか、TT さんとかね。で、スマッシュさんでは一番最初はメンタルなんですね。メンタルに対しての、記事とかいろいろ書かせてもらって。TT さん、その時はテニスビジョンについて、目の使い方についてこう話させてもらったのかなというね。その他、ちょっといろいろね、世界のね、テニスの方も見てきたので、いろんな国のテニス事情ですね。協会の人とコンタクトで、テニス事情ですね。それもちょっとレポートして、これはテニスジャーナルさんの方でね、ちょっと掲載させていただいたと。そういう感じでいろんな情報を集めて、まあ、雑誌の方にこう出すということと、ジュニア育成ですね。これに関しても大阪の方でやってるんですけども、まあ今現在和歌山なんですが、府県大会はね、もうたくさん出したんで、もう覚えてないです。日本一の選手とか、日本代表選手も出しました。テニスエナジーは解散して大阪にはないんですけど、解散した後も、2年半は、うちに来てる子がずっと1位に誰か交代交代で入ってるので、現在もまあ毎年誰かは大阪の試合は決勝に上がってるということなんで、今、いろんなとこからね、全国から土日を中心に、ちょっとフォローしたりとかっていうことをやってますね。そういう活動をね、ちょっとやってて、代表選手とか、日本代表選手、プロの選手も、一応育成してるという、まあ、そんな感じのことですね。なので、まあ、ジュニアのことに関しては、大体、こう、まあ、この業界では、まあ、結構、まあ、知ってる方かなとは思うので、ちょっといろいろお話させていただきますね。まあ、ちょっと、メンタル的なことで、まあ、メンタル講座もいろいろあるんで、まあ、一回、講座で見てもらえば分かると思うんだけど、感情ですね。これね、感情っていうのが、私も実際ね、阪大のね、大阪大学の先生にね、こう、脳波測ってもらってね、そういうのがいろいろ、メンタルの、アイテムを作るのにね、ちょっと、協力したことがあって、で、こう、測るんですよね。アルファアファがどうだとか、ベータアファがどうだとか、しながら、今、アルファアファですよ、とかね、今、ベータアファですよ、とかね、これ 10.05Hz ですね、とか、なんかいろいろこうあるんですね。だから、感情を変えると当然脳波も変わってくるし、で、そんな感じなんですね。で、そうなってくると、また体の動きも変わるんですね。例えばですね、皆さんの、漫才かなんか見て、こう、笑うっていう表情あるんですよ。なんか面白い、こう、シーンがありますよね。笑う。で、笑うっていう感情出るところ、笑うっていう筋肉にね、影響するんですよね。皆さん、めちゃくちゃ面白いね、番組見てね、笑うなってて、笑い我慢できます。ね。笑う筋肉を、って我慢するの難しいですよね。で、笑うって笑う筋肉にね、影響するんですね。で、怖くなったら、こう、震えるとかね、こうありますよね。で、怒りを覚えるとかってのは、体全体にこう力が入ってきますよね。で、恐怖を覚えると、おしっこ漏らすとかね。まだこんな感じで。まあ言えば、感情がいろんなところにね、こう、いろいろとこう、なんか変化を表してるわけですよ。そこで、まあ、なんですかね、こう、皆さんその感情がね、常に変化しすぎてませんかと、こういうふうなことですよね。なんですかね、これ、なんかね、練習では楽しく、ウィーとかやっててね、試合でも不倫に震えながらやってるとかね、練習と試合の、感情が違うじゃんとかね。まあ、逆にそれに慣れてる人はそれでいいのかもわかんないけどね。もう一つはこうね、チャンスボールの時にこう似たって、よし、チャンスだとかで、ベンとって、うわー失敗したとかね。感情が、起伏が激しいからね。いつまた決まるのになんでとかでね。それはいつも決まった時の感情と、じゃあ今の、さっきミセスの感情が違うんじゃないのとかで、いろいろありますよね。まあ、一概にはそれだけがね、原因というわけではありませんよ。でも、多くはその感情の変化によって体の筋肉の動きが違うんだよということをね、ちょっと一応覚えておいてもらった上で、で、こう皆さんも、その、なんていうんですか、それがもしかしたら、この原因の一つになってんじゃないのかとか、自分をちょっと分析してほしいんですよね。まあ、中にはね、私怒った方が強いんですよとかね、切れるんだよね、ここね。で、切れたら強くなるとかね。そんなことを言う人もいましたけど。まあ、あんまりね、褒められたもんじゃないし、それで切れて強くなるっていうのもあるから、でもそれはね、あんまり長続きしないんですよね。まあ、極端に言えばね。でもまあ、それで勝ったんだったら、その時はそれで良かったのかわかんないし。なんていうかね、まあ、これは、なんていうんですかね、もう自分の中を見てもらうしかないので、だから、感情が変化したとしても、それに慣れてる場合もあるもんね。なんか、練習で新しくわーってやってるから、いろいろなことを吸収して、試合では集中するっていうのが、その子の、なんていうか、メンタルのサイクルとしていいんであれば、それでいいのかもわかんないしね。
入力と出力っていうのがあるからね。だから、皆さんがこの、例えばこういろんなショットを出すって出力でしょ？出力するときの感情が自分にとって適切なのっていうのをね、それをちょっと考えてほしいんですね。なので、感情が出ることによって筋肉の動きっていうのも、いろいろ影響するよということなんですね。まあ、でも実際ね、これに対してのね、エビデンスじゃないんですよ。まだ調べようないでしょ？実際のところ、こんな。いちいち、この筋肉の動きか何かこう調べながら、脳波測りながらプレイするわけにいかないわけだからね。でも、明らかに、その、笑うって笑う筋肉に影響するし、怖がったらおしっこ漏れそうになるし、あと、なんか震えるのも出てきたりとかっていう風に、いろいろその感情の変化によって、筋肉ってのは変わるわけよね。まあ、当然、集中状態になるときっていうのは、やっぱり、その、なんていうかね、やっぱり、体を戦闘体制にしようとするから、おのずとして、それは体の動きは変わるんだろうけど。でも、やっぱりそれを知ってると知らないのでは、こう、意味は、変わってくるとは思うのね。なので、前から、こう、無駄にあんまり、感情が、コロコロ、変わるっていうのを、まあ、問題じゃないのと、こういうことなんですね。そこはちょっと原因として、こう、覚えておいてもらった方がいいかなと思いますね。で、最もね、人間が、なんていうかね、効率よく、体が動くときの、まあ、脳波っていうか、感情っていうのは、向上心とか言いますね。向上心とか、感謝の気持ちっていうね。その感情を持ったときっていうのは、体の効率はいいと、こういうふうに言われてますね。まあ、いろいろ調べたんだろうね。なんか脳波測りながらね、私もその中の実験台になってるわけだから。なんかね。なので、なんですかね、例えば、プレイ中にね、よくあるじゃない、自分のことしか考えないでね、例えば、相手がミスしたらラッキーとかね、これ、なんかこう、気持ちがよどんでるよね、なんかね、私もラッキーと思っちゃう方だから、もう、よどみまくってるからしょうがないんだけどね。まあ、そういう時でもね、お前何やってんねん、もっとやるやーってことで、ね、元気づけれるような、人だったら、もっと、なんていうかね、こう、パフォーマンス上げやすいよってことにこう言われたのね。まあ、こう、講師の人にね。私はそうはなれなかったよ。私はどちらかというと相手のミスを喜ぶ方だから、ね。やっぱりそういうふうな、なんていうかね、こう、ちょっと卓越したのをね、崇高な気持ちを持ってる人ってのは多分、気持ちがそれだけ、いいから、体の動きもいいんだろうね。まあ、とりあえず、なんていうかね、向上心ってとか、感謝の気持ちっていうのは、どうやらパフォーマンスを上げるよというふうなことは、なんか言われてたのね、なんかね。まあ、多分それ調べた結果なんだと思うんだけど。まあ、確かに納得しますよね、なんかね。そこには無駄な緊張感もないだろうし、なんかこう、伸び伸び多分できてるんだろうなっていうのは、だんだんこう想像つくわけですよね。なので、やっぱりその時に、やっぱりこう、テニスの中でこう、ちゃんとしたスポーツマンシップですね。こう、試合するときは、自分のことだけとかね、中でこう、いもったりとかね、こう、するいるじゃないか。だから、いもってるような、連中っていうのは、相手にとってのこう感謝とか向上心っていうのは多分、ほど遠いと思うから、脳波とか体の動きからしていけば、おそらく、いいパフォーマンスは上げれないんだろうなっていうのが、まあ、今回のその実験のね、お話からでは、大体想像はつくな、ということなんですよね。まあでも、イモってですね、結構スラッと強くなったのいるんだよとかね、なんとかプロね、結構イモってたんだよとかね、実は話があるから、必ずしもそうはないんだろうなとは思うんだけどね。まあでもどちらにしても、なんですか、正しくものを考えて、向上心っていうのがやっぱり正しいんだよということなんですよね。そういうことでね、まあ、あとは、なんですかね、こう、常日頃のね、こう、練習の中で、やっぱり、まあ、うちはどっちか楽しくわーっとこうやってる方なんで、私、軍隊みたいなの嫌いなんですよね、ああいうのってね。まあでも一理ありますよね。なんか試合になってくると本当にもうなんかこう慎重で、緊張してぐーってやらなきゃいけないから、まあ言ったら軍隊の中にいるのもかもしれないから、練習をもう軍隊のような感じにしといて、試合も軍隊のような感じっていうふうな感じにすれば、それはそれで理にかなってるのかもしれないですしね。それは何がいいのか分かんないし、自分に合うのを選べばいいと思いますけど、私はでも、なんていうか、こう、伸び伸びわーってやった方が、学習しやすいのね。まあ言えばね、こう、リラックスして、楽しくやってる時の方が、なんていうんですか、いろんなものに対して学習しやすいから、どちらかといえば、試合も楽しくっていう風なね、そんな感じで考えてるんですね。よくダブルスなんかで忘れないと、もうみんな、うえーとかやってるんでね。まあ、こうじゃないってなんで遊ばすんだみたいなこと言われますけど、まあ、うち、ずっと日本一取ったり、だいたい全日本人は結構、決勝上がったりしたから、みんなそういう子ってみんな、うえーとやってるね。前田そのチームワークというか、なんかこう、盛り上がったもん勝ちっていうところもあるでしょ、まあ、結局、ダブルスなんかもね。なので、そういう面では、クソ真面目に考えるから、そっちの方が私はいいんじゃないのかなというふうな感じで考えてて、その感情そのもので試合すれば、とか言ってんのね。
なので、まあ、試合でね、まあ、上で、上ってやるのもちょっとそれは問題はあるかもわかんないんだけど、もっとこう、楽しくね、こうできるような、試合というか、試合を楽しむっていうかね、なんかそんな感じでね、やってもらえれば、練習と、試合との、その、感情的な差っていうのがなくなるから、いいんじゃないのかな、というふうに私はこう思ってるのね。で、例えばこう、一つの、なんていうの、この、なんか感情のことでね、例えばミスしたとして、今まで私がね、見てね、やっぱりこう、うちの中ですごく伸びた子っていうのは、そのミスするでしょ。ミスした時になんて感じてるかって言ったら、惜しかったなって感じのね、パーンと言って、あー、惜しかったなーってね、笑ってるのね、こういう感じね。でね、まあ、一番上の子でしょ。パーンとミスで、うーとか言ってね、なんかもう、地獄の底に叩き落とされたようにね、ここがグーンと落ち込んでるのね。なんかね。だから、ああいうのっていうのは、やっぱり、まあ、性格も出るのかもわかんないけども、やっぱりこう、常日頃、こう、なんていうか、楽しくやってもらったような方が、なんかパフォーマンスっていうのは、なんか上がっていくんじゃないのかな、というふうなね、そんな感じがしましたよね。で、まあ、うちに、プロに行ってね、プロになった選手で、まあ、全日本選手権、プロの全日本選手権もね、決勝まで上がったりとか、まあ、海外のね、ツアーもよく回ってた。選手が、まあ、引退して、まあ、うちのね、和歌山の方になんかこう来てくれたらね、懐かしいとかでね、来てくれて。で、ジュニアの、ね、練習をこうずーっとこうね、その子がこう見てたのね。で、私にね、言うのね、こう、白子で、なんでみんな頭下げてんのって言う、こういうのね。だから、ミスされる人がこーんと。それをこう、逆に私指摘されたのね、あ、そうだな、これ気をつけなきゃいけないな、って言って。で、前言ったらそのプロの選手っていうのは、場合だ、一つのツアー回るのにも何十万とお金かかるわけでしょ。で、それで負けられないわけですよ、極端に言えばね。で、やっぱりその必死度が違うわけじゃない。で、ジュニアなんてね、お金出してくれてね、お父さんにお弁当作ってくれて、作ってもらって、で、会場まで送ってもらってて、苦労ないじゃない。だから、簡単に前では変な話で気楽に負けれるわけよね。でも本当に、プロになったら、もうスポンサーからお金もらって、ね、それでそのお金で、限られたお金で回んなきゃいけない。絶対負けられないわけじゃない。だから、もう自分を勇気つけるっていうことで、こう、上を見るっていうのね。ただ、上を見るって言うじゃない。こう、上を見たら、こう、元気がつくっていうね。だから、元気がつくっていうか、格好をすれば、メンタルが上がる。で、逆に、こう、体がこう、シューンとこうしちゃうと、メンタルも下がるっていうから。やっぱり、プロになると、そこまでこう、いろいろ考えのね、絶対自分の気持ちを落とさないようにっていうね。なので、やっぱりこう、ジュニアの選手なんかも、やっぱりその、なんていうのかな、もっとこう、ハングリー精神っていうか、もうなかなか難しいのかわかんないけど、絶対負けられない。負けられない時にこう、シューンとなるんじゃなくて、自分の気持ちをね、こう、上げるっていうかね、その時の感情、自分の、なんかこう、なんていうのかな、ベストな感情って何なんだろうかっていうのをもうちょっと考えてもらったらいいんじゃないのかな。そうすると、体のパフォーマンスっていうのはこう、変わってくるよということなんですね。なので、もう一回言うと、感情と筋肉の動きは連動してるよ。ね。連動してるよ。ね。なので、自分のベストな感情って何なんだろうか。人によって多少こう違いはあるかもわかんないからね。それは自分でちょっと考えてもらって、で、パフォーマンスをね、こう上げるように工夫してもらったらいいんじゃないのかな、というお話でした。ですね。ということで、皆さんもね、こう自分の感情ですね、ベタな感情を考えて、ちょっとコントロールしてみてはいかがでしょうか。ですね。というふうにさん、頑張ってください。